の、ルルン、あせーの。やば。せーの、ルルン、どうも、しおるんでーす。はーい。今回は、ですね。ちょっと持ってくんの忘れた。ドゥンドゥドゥドゥン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 。私のアルバムケースでーす。こんな感じでーす。どうでもいいな。今回はですね、最近ちょっと流行ってる、最近って言ってもまあかなり前からあるんですけど、編みボムにね、リボンをつけるというのがね、最近みんなやってるじゃないですか。今回は私も作っていこうと思います。イエイ！作ってくださいっていうリクエストもいただいたりとか、まあ、私も作ってみたいなとか思ったりしたので、今回はやっていこうと思います。それでは、早速始めていきましょう。スタートー！パッ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 パー。まあ、今回なんか作り方とか知らないんですよ、正直。ちょくちょくなんか見たぐらいであんまわかんないんですけど、まあ、今回はこうなんとなくでやっていこうと思います。なんとかなると思う。まあ、とりあえず今日買ってきた材料からね紹介していきます。まず一つ目、せーの、じゃじゃじゃーん、リボンでございます。材料買ってきた後になんか材料のね引き出しみたいなんですけど、それ見たらリボン入ってたの。まあでも私が求めてたような色ではなかったのでまだ良かったです。今回はピンクとか白とかね可愛い系のリボンを買ってきました。こんな感じです。とりあえずなんとなくこのなんかこういうシールですね、セリアで買ってきました。ダイソーとかセリアとかあるんですけど、こちらもセリアでございます。これめっちゃ可愛くない？これリボンの真ん中につけたら絶対可愛いやんと思って買ってきました。そして次にこちら、アミゴムをね通す時に使うやつですね。なんかこういうゴムあったらいいなと思ってダイソー行ったらまさかのあって、うわぴったりやんと思って買ってきました。そして次にこちらこれはあのダイソーのねヘアゴムコーナーにあったんですけど、ゴムをねなんかペンチみたいなやつで取ってここの部分だけゲットしました。これもねリボンにつけたら絶対可愛いやんと思ってこれ買いました。ゴムのところはもう捨てました、すいません。あとは粘着テープ、何だっけ、あ、両面テープとハサミ。最初はグルーガンでやろうと思ったんですけど、両面テープでやってる方がいらっしゃったので、まあそっちの方が簡単やなと思ったし、一応今日は両面テープでやっていこうと思います。今回本当にやり方がわかんないんですけど、とりあえず3種類リボンを使っていこうかなと思ってて、最初セリア行ったんですよ。でこれ買った後にダイソーでこれ買ってきて、なんかほぼ同じやんみたいな、でもこれ絶対買ってくる意味なかったやろみたいな感じなんですけど、まあ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 、まあ、それも思い出。何センチに切ろう、定規、てれれれってでん、これはダイソーの定規です。かわいいっしょ。20くらいでいい？ 20？あ、20じゃちょっとちっちゃいわ。長い長い、私定規持っとるって、なんで気づかないの。まあまあまあ、こんなん大体いいよ。大型発動、すべて25センチに切っていきます。一つになれ、わあ嘘くさいな。こんな感じで25センチが2つできました。そしたらよし、決めました。じゃあこれをベースにして、これを真ん中につけて、紫ね、この白を中に入れようと思います。よし、じゃあこれもちょっと切っていきます。全部切れろまたまた下手くそなね演技がされたんですけど、こんな感じで3種類できました。イエーイ。スリッパ映ってんのめっちゃ恥ずかしい。それもめちゃくちゃ汚い、ごめんなさい。とりあえずこの両面テープでねここを留めていこうと思います。ここね、よしよし。あ、これあれじゃん、両面テープじゃない。これ両面テープじゃなくって、ハンドしてた時の両面でした。あの、ハンドしてる方ならわかると思うんですけど、あの、あれですよ、あの、中指とか親指で、私はもう両手につけてたんですけど、すべての指に。ボールが取れやすくするやつなんですけど、もっとぐるぐるにするけど、まあ両面テープなんですけど、これハンドボールのやつだった。やらかした。今回はグルーガンでやっていこうと思います。皆さんは両面テープとかでいいと思います、マジで。両面テープの方が楽だし、切って貼るだけやしね。これは、ちょっと怖いしね、グルーガンって。グルーガン使うときはほんまに火傷する可能性もあるので、気をつけてください。これは、あの、リボンのこの部分なんですけど、この部分わかる？こうなってるさ、リボンの、ここ。ここの部分もちょっとやらないといけないので、ちょっとどうしようかなと思うんですけど、いや、とりあえずくっつけてからやろう。ごめんなさい。なんかすごい段取りが悪くてごめんなさい。1センチの幅でつけるぐらいでやっていきます。よし、くっついた。そしたら、この中も、できた。こんな感じ、もうほんまにこんな感じで大丈夫。これを全部やっていきます。せーの、こんな感じでリボンができました。そしたらこの部分をねほんまに作らんといけないけど、どうしよう。とりあえずこれをくっつけるかな。うまくできるかな、めっちゃ緊張する。こういうのたっぷりグルーガンをつけて、とりあえずくっつきました。
そしたら次にこの紫もこうやってさっきみたいにつけるんやけど、ちょっとサイズミスったかもしれない。順々に小さくしてった方が可愛かったかもしれない。やべ、やらかした。全部25センチにしたけんさ、全部重なってなんか可愛くない。やば、ちょっとやらかした。25センチじゃなくて20センチで、これも10センチぐらい、15センチとかでよかったかもしれない。やばい、やらかした。うわ、やらかした。あー、もう本当にグダグダでごめん。これさ、全部25センチ、25センチで切らん方がええわ。このちゃんと作り方を見てからやった方がええで、ほんまに。もう、私もやらかしすぎ。だから考えればわかることをさ、私考えんからさ、いつも。しっかりしてほしいよね。とりあえず、これを2つに切って。もうね、今ね、ここやばいの見て、ほら。もうリボンだらけ。ほんとにやばい。13センチでいいんちゃうか。 OK。 そしたらあちちあちになってしまうぜ。あちちあち燃えてるんだろうか。動画のね、この撮影時間が長くなればなるほど、この編集もめちゃくちゃ大変になっちゃうから、うん、頑張れ頑張れ。そしたらこちらの紫色のやつをつけていきます。うん、やっぱりサイズは全部25センチとかよりこの方が可愛いかもしれない。大丈夫かな、なんか失敗する気がしてきた。このシホルの手作りあるあるなんやけど、失敗しがちっていう。そしたら次に白をつけていきます。はい、こんな感じで多分できました。そしたらここになんか巻きつけたいんですけど、どうしよっかな。濃いピンクはちょっといきなりすぎん。あ、紫するよ、可愛いかもしれない。これにしよう。これもとりあえずこのもうグルーガをねべちゃっとつけてぐるぐる巻きにしていきます。 OK。 こんな感じでできました。もうセンスなさすぎるかもしれない。やばい。そしたらこの部分作っていきましょう。はい、この部分のコロロロロ作らないと。やばい、今まで使ってきたこちらのリボンを全て使うんですが、どれぐらいの長さがいいかこう計算してからじゃないとね。これぐらいやな。これをとりあえずこうやって折ります。半分に。こんな適当でいいんかな何もかもさっきから適当でやってる。というわけでこんな感じで3つぐにょっていうのができたので、これを全部くっつけていきます。これさ、めっちゃふにゃふにゃしてんだけど、めっちゃ困る。これやめて。ほら、やばすぎ、このぐにゃぐにゃ具合。どうにかなるかな。これはどうにかならんって感じ。リボンの先っぽはなんかこんな感じで三角にね切った方が可愛いと思います。切れたのはいいんですけど、これ差がやばいわ。ちょっともういいや、もうここはみんな見なかったことにしてほしい。うん、ありがとうございます。そしたらこのリボンのね後ろにこれをつけていきます。 OK。 あー、なんかほんまにこの辺やばいわ。ここもうタコさんウインナーみたいな。はい、あと少しでできます。そしたらですね、こちら私が頑張ってペンチでゴムを切った、ゴムなんかこの金具がね、こちらこれをここにつけていきます。あ、もう絶対可愛いじゃないですか。これは、両面テープじゃくっつかないから、グルーガンとかの方がいいかもしれない。じゃ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 ーん。やばい。ゴールドが来ることによって、この高級感えぐいね。この、ここの辺の、やばいけど、この辺。今回シールを買ってきたのでね、ちょっとシールを貼りたいんですけれども、めっちゃ可愛くない？これ、この前、保湿ケースデコのね、動画撮ったんですけど、その時にもね、こういうの買えばよかった。セリア行けばよかったって思った。いやー、でもこれ金の方が、ここは金やからさ、ここあんま良くないわ。うん、あんま良くないわ。ゴールドのシール買ってきた方が良かったかも。うん、ちょキラキラすぎてあんま好きくない。見て、なんか ここだけ猫に食べられたみたいな。ほら、ちょっとやばい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 、シールでやりすぎた。うわ、もうほんまにシホルやらかしすぎやで。まあいいや、これで完成にしよっかな。いや、ちょっとここほんまに猫に食べられたみたい。うわ、もうほんまに最後にやらかしたな。絶対これ買わんでよかったやん。はい、というわけでこんな感じで完成しました。あ、してなかったこれつけてなかった。これつけます。これをねこうやってつけてペチャってつけようと思います。他に通してここもつけると。わー、ついたー。じゃ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 ーん。最後の最後でこの猫に噛みちぎられたみたいな、ほんまに不満やわ私。これちょっと、すごい、うん、ショックポイント。はい、というわけで、こちらの猫の噛みちぎられたやつで完成にしようと思います。イェイ！わー、自分お疲れ様。よいしょ。ちょっとだけライトを暗くして、
じゃあ網オムつけてみますか。ちょっとまだ電池を入れてない。怖い怖い怖い。この 手作りだからこそさ、この壊しそうで怖い。なんか何甘い、接着が甘いしさ。じゃじゃーん、完成しました。イエーイ。めっちゃ可愛くないですかこれ。やばい、まあ、猫に噛みちぎられたみたいになってるけど、やっぱりねこういうなんかつけるだけでやっぱり雰囲気変わりますね。下手くそなのも可愛く見える色合いもいいね。イエーイ。白と黒とかでやってこれつけたら絶対可愛いと思う。黒のリボンがなくってそう用意できなかったんですよね。はい、というわけで今回はですねすごい長々とやってしまったんですけど、編みモムのリボンを作ってみました。イエーイ。今回これ使わなかったんですけど、こういうのつけても絶対可愛いと思うし、ほんまにこれはおすすめ。マジで簡単やから1時間ぐらいあれば作れると思うので、ぜひ皆さんも作ってみてください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバーイ。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお願いします。バイバーイ。高評価お願いします。今高評価お願いします。